さみ役下根由紀です。はい、今日初めて衣装に身を通したんですけれども、こんな素敵な世界観の中で繰り広げられていくんだなというのが今からすごく楽しみなんですけれども、歌で世界を平和にしていくネオドールたちの物語で、自分も歌にすごく助けられたり歌に勇気づけられてきたので、その思いをお客さんにも届けられたらいいなと思います。はい、アザミ役なんですけれども、アザミがいるブーケというチームは優しさとかがテーマになっているそうで、その中でもアザミはちょっとお調子者な役ということで、ちょっとアクセント的な存在になれるようにしたいなと、まあ、お稽古の中で変わっていくかもしれないんですけれども、それを意識してやっていけたらいいなと思います。はい、今回ネオドールたちはこう AI の子たちなんですけれども、だからこそこう徐々に感情を学んでいって、最後はこう人だからこそ感じられる感情とかの素晴らしさを届けられたらいいなと思っておりますので、皆さんぜひ劇場にお越しください。